はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。2009年もいよいよ年末ですね。11月4週からやっていきたいと思います。いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチぜひアカウント、まだの方アカウントフォローお願いいたします。チャットコメントもお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、YouTube にアーカイブをアップロードいたします。2日後、18日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。マイ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This live アーカイブマイ YouTube チャンネルアップロード2 days after。 そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。チャット欄にアドレス記載してます。ぜひ見てください。アカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX マイアカウント、ビジット&フォロープリーズ。リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では11月4週は、ジャパンカップの週ですね。このようにで型のある日が出てきます。これですね、コンデュイットが出ますね。あとオーケンブルースリーにも頑張ってほしい。あとこれですね、凱旋キーアイダーが出る。この着歌がマイルチャンピオンシップを取ることができました。着歌はあと1勝ですね、金札まで。なのでしっかり寿命とか気になりますが取りに行ってほしいところです。じゃあ行きますか。ネクスト。シガーマイルハンデ、型のハルヒ一番人気。125。セルローカストが110で、一番の強敵 でしょうね。レース行きましょう。アケダクト競馬場 G1 シガーマイルハンデダート 1600m です。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アンカークロスト、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアンカークロスト鼻に立ちます。その後ろからはナインエントリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはミスリメンバード、1番ファイロ、その後ろアンカークロスト先手を取りました。好位置をキープしています。型のハルヒ、すぐ後ろにパールトロモス、その後ろにビートスレプト、内からはジャイアントソリダリティ、ブラムエイビー、その前に進出アフリカンニコル、すぐ後ろその隣にコバートコンテント、すぐ隣にエントリートランプ、セルフローカスト、そのうちに続いています。しんがりからトロモスバーバリー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ10番後ろにいますね。届くのかな。後続を引き離します。ナインエントリーほとんど差がありません。3番手に片野春日、絶好の手応え。片野春日、そうだ、服着替えたんだ。伸びてきた。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この服に変えましたね、紫基調の服に。2番手はパイロ、片野春日先頭、先頭は片野春日、勝ちましたね。1着でゴール。2着にはどうやらブラムエイビー、3着にパイロ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野春日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
クイーン賞型のフェイト1番人気。地方交流重賞ですね。ダイジェスト、船橋競馬場 JPN3 クイーン賞ダート 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。西のナース先頭、内からぐんぐんと刀フェイト。内からですね。さあ先頭に立ったのは刀フェイト、2番手は東北美人刀フェイト。なんとか勝ったという感じかな。2着はパツリダワルツ、3着に東北美人、勝ったのは刀フェイト。キザレベルが5にアップいたしました。これでスタートがアップですね。最高の絆。さあルーラーシップデビュー戦となります。一番人気、おっと本心はエリモエンディアにやられてる。ビヨンドシンクはダラカニ3区なんですね。追い込みか、安川騎手。さあダイジェストいきましょう。東京2歳新馬戦、芝 1600m、 ルーラーシップメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。外から来ましたね。さあルーラーシップ一気に先頭に。先頭はルーラーシップ、リードは2馬身から3馬身。残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。残り 100m、 2番手はエアボラント。ルーラーシップこの馬で決まりか。ルーラーシップ強かった。そうルーラーシップぶっちぎりです。2着はエアボラント、3着に当選スペア。これは桁外れの強さだ。ルーラーシップ強い。いいえ、トップクラスか B とかだろうな。カトレアステークスは凱旋ゲリラーメンですね。2番人気、2歳馬か。一番人気はオリーブリリーとなっております。ダイジェスト、東京2歳オープン特別カトレアステークスダート 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ブリザードカフェ先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。さあ先頭に立ったのはオリーブリリー、突き放しにかかります。さあ追い込んできた。オリーブリリー意地を見せる。前に迫る凱旋ゲリラーメン、先頭を伺う勢い。凱旋ゲリラーメン先頭に変わった。勝ちました。ゴールイン。2着はオリーブリリー、3着にダノンキャプレット、見事に勝ちました。凱旋ゲリラーメンオープン特別突破ですね。これは2歳優勝に出てきそうですね。キャピタルステークスです。1番人気天野ゲド戦記、2番人気天野ラキスタと1番人気2番人気を占めております。そしてゲド戦記が、ゲド戦記ね、これ確か金札取ってんじゃなかったっけな。あ、そうだ、これ59キロか。キスター、まあまだまだこれからっていう感じですね。プルーデンス。さあ、ダキスター先方変えられますが、まあ、このまま行きましょう。ダイジェスト、東京オープン特別キャピタルステークス芝 1600m マイル戦です。
さあ直線に入りました。これからの勝負、シルポート先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。天馬シンフォニー先頭、天の毛と戦記先頭、引き離しにかかる。残り 200m を通過して、とてつもない強さ。2番手は天馬シンフォニー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天のバキスタ、3着にブレイズプライ。これが世界の実力だ。天の毛と戦記、キングダマですからね。とゲド戦記以外は勝つことできたんで良かったかな。京都2歳ステークス、ビクトワールピサクラブ馬ですね、一番人気となります。ペルーサか、一騎打ちムードかな。コインドキングもいますが、ダイジェスト、京都 2歳限定 G3 ラジオ日経杯、京都2歳ステークス芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあ先頭に躍り出た。ビクトワールピサ先頭、残り 200m を通過して、ペルーサも頑張っているが、ビクトワールピサ2番手はペルーサ、ビクトワールピサ差を広げる。ビクトワールピサ勝ちました。ビクトワールピサ2着はペルーサ、3着にテンマトゥループ、1番人気に応えました。ビクトワールピサ見事です。地下生産馬でした。さあ天のアラフォーです。2番人気、1番人気凱旋石壁です。レッドクリフでからですね、映画の石壁、タイタニックと大隅遥かですね。タイタニックとレッドクリフか。天アラフォーはアイマックロンバケとなっております。アラフォーは戦法変えられます。差しで行ってみるか。ダイジェスト、京都2歳新馬戦、芝 1400m、 凱旋石壁、天のアラフォーメイクデビューです。さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋石壁先頭、残り 200m を通過して、凱旋石壁このまま振り切れるか。天のアラフォーと2番手は天のアラフォー、凱旋石壁先頭だ。凱旋石壁、凱旋石壁、1着2着は天のアラフォー、3着に天馬デライト、1番人気に応えました。凱旋石壁見事です。静止面ひよわ。さあ、ジャパンカップとなります。さあ特にやっぱね、オーケンブルースリア頑張ってほしいが、1番人気はやっぱりあのアマナイポットですね。2番人気はコンデュイット、コンデュイットは刺客ですね。格外、凱旋門勝馬です。倒したいですね、なんとか。
とドリームジャーニーあたりか。さあこれはオーケンブルースリア先方選べます。先行策いってみましょう。さあレースです。国際 G1 ジャパンカップ、東京競馬場芝 2400m で行われます。今年はですね凱旋門賞馬コンニュイットが参戦してきて熱い戦いが繰り広げられます。またオーケンブルースリー今後の期待の馬です。どこまでやれるのでしょうか。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手にここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のペルタブルース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは凱旋ヘルシオ、アマノアイポッド。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく浅草キングス行きました。続いて前へ行くのはアマノアイポッド、さらにはコスモバルク、7番エイシンデピティ、その後ろエイシンデピティ先手を取りました。その後ろからは凱旋ヘルシオ、オーケンブルースリー、それに続いていますデルタブルース、すぐ後ろその後ろにコンデュイット、その外から凱旋ワンセグ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その隣にバイネルキッズ、オアシスセッション、この馬もこのグループ。すぐ後ろにポップロック、すぐ後ろにレッドディザイア、並んで6番バイネルアリアンス、すぐ後ろにドリームジャーニー、その外にオースミグラスワン、これに続いてアプレザンレーブ。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最高峰にスイフトカレント、オーケンブルースリーは先行策を取ります。鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一方エイシンデピティ、アマナイポットは中断ですね。リードは1馬身から2馬身、コスモバルク、それに続きます。一番人気のアマノアイポッド、現在先端に取り付いています。各馬大欅を通過。アイポッドの方が前、前デピティ2番手はコスモバルク、3番手にアマノアイポッド、アマノアイポッドですね。3番手つけてるのは、これはいい位置につけています。日曜王者意地のぶつかり合いだ。持ったまま、さあコンデュイットも来るか。先頭はアマノアイポッド、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、内で食い下がるコンデュイット、あと 200m、 後続は遥か後方。ダメだ、オーケンブルースリー全然来れない。むしろアイポッドがぶっちぎりだ。今ゴールイン、段違いの強さです。2着はコンデュイット、3着にドリームジャーニー、これが絶対王者だ、アマノアイポッド。アマノアイポッド一番人気応えて圧勝のゴールでした。オーケンブルースや5着、コンデュイットが2着か。さあ京阪杯凱旋気合第1番人気、クラブは凱旋武士一部も出ております。レッドスパーだとかシンボリグラムもいますね。フライングアップル、ダイジェストです。京都 G3 京阪杯芝 1200m の電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レッドスパーダ先頭、残り 200m、 レッドスパーダさらに足を伸ばす。キアイダーが内から、凱旋キアイダー、レッドスパーダキアイダー抜け出した。凱旋キアイダー、凱旋キアイダー、1着2着はレッドスパーダ、3着に凱旋星一部、凱旋キアイダー見事一番人気に応えました。60キロも何のその、気合だ、勝利です。武士チームも3着入りましたね。グランプリボス、さあそれなりに出走ですね。特にアメリカ5頭出走、あクラカハンで2頭出しなんだ。
スマートハルコンと天の気持ちいいです。気持ちいい、ん、気持ちいい、ちょっと待ってよ、これでいいのか、あ、これまだ気持ちいい、もしかしたらダメかもしれないのでこのまま出します。チャンピオンズカップは3と冬ソナゼニアッタ勝ちたんや、うん、この中で言えばゼニアッタなんでしょうね。ブエナビスタ何勝で、ブエナビスタもリーチ、初ミカまだ取ってない、アイホは、まだ G3 です。さあ12月突入、ダート界の頂点へ、全てを飲み込む手にあった初手よそな、その名は希望、希望勝ちたんやもん、いやーで激戦です、勝ち、ゼニアッタ一強じゃないんですね。ボロ儲けですね、90プラス93万は。ブッシーチブ3着入ったんでちょっと借金を返せたかな、うん、サナバオにも期待がありますね。シャメールは、もう、あ、一緒もしてないからもう無理だっていうことか。まあ、2着ですからね、中日新聞杯はちょっともったいない気はしますが、まあ、勝ちの味を覚えさせる必要はあります。勝ちたいんやはまだ5勝来年もありますからね、世界に花が20勝はすごいな。アニマキリに挑みます。T シャさんも22勝、香港スプリントは世界最強馬決定戦です。ユソナもいいですね、ユソナ11勝か、ビシディスタフを取りましたね。カペラステークスか次。サイポットジャパンカップを取りました。これで17勝。まだ引退させないです。まだ走ってもらいます。アニマ出していいんじゃないかな。アニマって出れる？サイポット。登録できますね。分からんけど。この辺かな。勝負根性だけがダメなんだな。ちょっと待ってよ、精神力あ、ダメか。でブログが、出ますね。ブログ9勝、金札確定です。アミーゴがちょっと13勝か。アミーゴはこれどうなんだろう。まあもういいでしょう、アミーゴは。引退でいいと思います。なんで AJCC って書いてますが、出ません。
で香港チャプター香港マイル、これですで勝ちて引退したいところですが、チャプターないよって言われてますね。本当？チャクータどこの厩舎だろう。森永厩舎。ああ、覚醒なんでまだまだこれからですよね。で、ノートレは一勝しただけ。ああ、でも弱いよな。2100はちょっと長いしね。ん？あのトレダメだ、引退だ。スカレット最後のレース香港カップに出てきます。勝ってほしい。でも小泉も出るんです。小泉との対決ですね。小泉引退ですかな。いや、もう1年できるっていう感じか。でゼニアッタですね、11勝。ね、引きに頭を押さえられている感がある。ハウルも11勝なんで金札確定なんだよな。ジュピターとの一騎打ちを制して女王になっております。スマートアルコン、スマートアルコンはあと1勝なんですけどねと言いつつ、全日本2歳優秀なんで実質まだ1勝ではありません。ギド戦記は金札で取りましたね。阪神カップ、これラストのレースになるかな。いや、まだ走れますね、ギド戦記。これ阪神カップ出さなくてもいいや、ならば。条件ブルースリーです。なかなか勝てるレースをしっかり取っておく必要はありますね。一応登録はしときましょう。ちゃんと走れるかどうかは別問題ですが、あと絆コマンドを使いましょう。疲れはたまりますが、その辺力をつけないといけない。間があるんでこれでいいです。さあ椿も引退レースかな。まだ走れるかも。もう一年走らせたい気持ちもあるな。これは放牧。ヤバウアはそろそろ本格化が近づいている。シューステークスを取ってゴールドトロフィー、戦績次第ですよね。ゴールドトロフィーなんか失敗したかもしれない。キャンキャンが、初めて
JPL1 取ったので東京大賞典へ。フェイトも出ます。まだ時間取ってないからここ出るわけにはいかないよな。距離上限が、なるほど、名古屋レース出てないな、なら名古屋に登録。アニマ出しません。ニコニコはまだ3勝ですね。長距離戦を中心に出したいと思います。カニカミは6勝か。じゃあこんなとこ出してる場合じゃないよね。芝だよな。なんでここか。でも技能戦機もいるのか。技能戦機もういらんでしょう。技能戦機ちょっと考えよう。エチオピア取りましたからね。ヒーローはなかなかいい勝ち方だったと思います。このアリゲルでいいのか、それとも夏ボイを出るんだ。名古屋グランプリ今ミスターリーチかかってます。初音ミクは G1 初制覇狙います。悪くはないけどな、ちょっと微妙に距離長いかも。京都金牌にしましょう。で、ラキスタはもうそのままでいいようなするけど、いや、ここかな。ドロロも対抗図出るんだ。ドロロはちょっとオープン特別は勝てないからな。ダート走れるんだな、ドロロは。よいしょ、こっちかな、兵庫かな。あ、エネループ出んのか。じゃあ、ギャラクシー。パワーがないんだな。早くもう4勝。中距離の芝。12月3週の
プロを出す。スタンドだよな。受賞制覇を目指します。カレンちゃんもサザン歌唱、そばにいるや来週デビューか。セールありますね。最上位銭あったですよね。はい、では少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。ではやっていきますか。クラークハンデスマートファルコン、馬の気持ちいい1番人気と2番人気を占めております。コメンテーターもなかなか強いですね。さあ気持ちいい戦法を変えられますので、差しでいってみましょう。レースです、チャーチルダンズ競馬場 G1 クラークハンデダート 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争いスマートファルコン、前に行きそうです。
コメンテーター、それに続いています。さらにはアルーリングシエラ、3番オーメリックオルメック、その後ろ先手を取ったのはコメンテーター。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。これに続いてケアミスペール、その外からシリコレット、ピンクの帽子ジェネラルクォーターズ、その後ろ少し開いてリスクワルツ、すぐ後ろにソリストインサイド、スピーチオーシャン、そのうちに続いています。その外にアイソパッチナシュア、その隣にチャーターバーリー、後ろからの競馬になりました。馬の気持ちいい鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで14番グリーシャンスピードウェイ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。このあたりで先頭が変わりました。スマートハルコン、2番手はコメンテータージェネラルクォーターズ、3番手天野気持ちいい、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はスマートハルコン、スマートハルコンですね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。気持ちいいわ。ようやく後ろから来たけど、ちょっと遠きそうにないか。2番手はコメンテーター、とてつもない強さ、スマートハルコン今ゴールイン。2着争いになる、ね、と思いますね。スマートハルコンが勝ちました。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。スマートハルコン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。気持ちは3着、ジミー・デュランテ・ステークス、アマノアイフォンですが2番人気となります。まあ2歳馬なんで、まだ何とも言えないですね。これで絶望しなくてもいいと思います。全然逆転できるんで、レース行きましょう。あ、レースじゃない。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。デルマー競馬場、いよいよ発走です。スタートしました。 G3 だこれ。遅れたのはウィンキングスイーテスト。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ワードメッセージ、そうそう前に行きそうです。アマノアイフォン、それに続いています。さらにはザゴラ、栗色の馬体、オレンジエイトラックス、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはコラムデュエット、そして大きく離れてメイベルキッド、この位置です。すぐ後ろにファミーズファランクス、白の帽子フレッシュサファイア、その後ろ、その外からセブンカーディナル、グロリアナサブリナ、そのうちに続いています。並んで5番コンサートホリデー、ウィンキングスイーテスト、すぐ後ろ、その隣にコージーロージー、しんがりからオマリットイタジャラ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ね、さあ先頭はワーズメッセージ、2番手は天野アイフォン、絶好の手応えです。先頭に立ちましたね。3番手日米王者意地のぶつかり合いだ。あ、でもまだ差し返されてる。外から天野アイフォン、ワーズメッセージ先頭、残り200メートル、笑えてる。オマリットイタジャラ追い上げてきた。オマリットイタジャラ伸びない。後方から一気にコージーロージー、オマリットイタジャラ強い強い、オマリットイタジャラ圧勝ゴールイン。2着はコージーロージー、勝ったのはオマリットイタジャラ。3着とかかな、4着かな、3着でした。日は、まあ、国内でまだまだ頑張りましょう。メイトリアクステークス、天野初音ミクです。一番人気109、他が100を超えてないのに抜けてはいますね。牝馬限定競争になります。ダイジェスト、デルマー競馬場 G1 メイトリアークステークス、牝馬限定芝 1600m をマイル戦です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。アスカンイブニング先頭、届くのか。 200m を通過して、これは完全にちぎれた。2番手は届きそうにない。アスカンイブニング先頭だ。2着だ。1着アスカンイブニング完勝。2着は天野初音ミク、3着にネイムセイダー。ちょっと後ろすぎました。アスカンイブニング見事な勝利です。ハリウッドダービーです。ベーナビスタ一番人気、
さあ、ブエナビスタハリウッドダービーに出走一番人気、レーティングは129、圧倒的ですね。しっかり勝ってもらいましょう。レースです。これはですね、3歳限定制となります。デルマ競馬場 G1 ハリウッドダービー芝 1800m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはイザダイグザンプル、ミネソタプリーチ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してミネソタプリーチ鼻に立ちます。その後ろからはイザダイグザンプル、この馬も上がっていく構えです。イザダイラパス後方からの競馬、先頭に戻りましょう。セイバーハーピード先手を取りました。すぐ後ろにグラビオラスコモンズ、その後ろにウィズグルーピー、その後ろにマヒアゾーン、並んで漆黒の馬体ミネソタプリーチ、シゼアタウン、すぐ後ろこれに続いてティムウィッシュ、その外にウェディングマニスティック、その隣にイザライグザンプル、プロフィートミント、この馬もこのグループ、すぐ隣にタイラントレジナ、その横にシャムティクニック、ブエナビスタ、この位置です。最後方にイザライラパス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてセイバーハーピド、グラビオラスコモンズ、ほとんど差がありません。ブエナビスタこの位置から届くのか、後続も追い上げていきます。どこにいるんだ、さあ先頭はセイバーハーティド、セイバーハーティド先頭、内から結構後ろだな、ブエナビスタ。でも背足はいい、内からウィズグルーピー、あと200メートル、一気に撫で切る、追い上げてきたブエナビスタ、先頭です。このまま押し切るか、ブエナビスタ強い、背足が段違いの強さです。2着はウィズグルーピー、3着にイザライグザンプル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。強かったですね、末脚が驚異の末脚でした。 G は8連勝、これで金札だ。さあ次行きましょう。あ、国内ですね。ハボタン賞アマノトゥルース3番人気、1番人気はコンプトンソネット。先方変えられます。でもこのままでいいでしょう。ダイジェスト、中山石2歳1勝クラスハボタン賞芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。コンプトンソネット先頭、残り 200m、 コンプトンソネットこのまま振り切れるか。2番手はアリゼオ、コンプトンソネット先頭だ。コンプトンソネット1着、2着はアリゼオ、これは桁外れの強さだ。コンプトンソネット10ヤーズステークスですが、まあ、これ飛ばしましょう。ナムラクレセントやっぱり強いな。チャレンジカップ、天野千の風1番人気、クラブは凱旋駅中を4番人気。天野千の風グリグリですね。ダノンカモンが対抗か。サバ人気はレッツゴー霧島で、ダイジェストです。阪神 G3 チャレンジカップ芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。レッツゴー霧島先頭、あと 200m、 先頭は依然としてレッツゴー霧島、凱旋駅中必死に追う。一気に天野線の風、天野線の風1着、2着はダノンカモン、3着にレッツゴー霧島、1番人気に応えました天野線の風、見事です。撫で切りましたね。
さあ、サザーカ賞にカレンちゃん2勝目を狙います。グリグリです。ここは軽く突破してもらいましょう。ダイジェスト、阪神2歳1勝クラス、サザンカ賞は芝 1800m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。カレンちゃん先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します、残り 200m を通過して、2番手はラスト3セット、これは強い、完璧です。圧倒的な強さを見せました、ね、2着はラスト3セット、これはものが違う。カレンちゃん、さあ中京ということでチャンピオンズカップですね。背にあった一番人気グリグリです。でもフューソナも勝ちたいんやもいい印を取ってます。あとエスポラウシチあたりですよね。さあフューソナ勝ちたいんや先方変えられますが、勝ちたいんやが先行策、フューソナこのままでいいでしょう。さあレース行きましょう。中京競馬場 G1 チャンピオンズカップダート 1800m、秋のダート王決定戦が始まります。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ最後は大外枠のモエレソーブラッズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはウォータクティクス、綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はウォータクティクス、これに続くのが天の勝ちタイニア、さらにはエスポアールシチ、栗色の馬体、名村タイタン、その後ろウォータクティクス先手を取りました。これに続くのが天のフレユソナ、その後ろからはランザローテ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その外からサクセスブロッケン、モエレアドミラル、そのうちに続いています。その隣にカフェオリンポス、モエレソーブラッツ、この馬もこのグループ、これに続いてドラゴンファイヤー、並んで古豪大小ジェット、すぐ隣にスリッピーアミーガ、内からはケアレスウィスパー、その後ろにダンフォルセ、一番人気のゼニアッタ最高峰です。ゼニアッタ最高峰か、かけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ前哨戦の勝ち馬ウォータクティクス、エスポアールシチ、ほとんど差がありません。ゼニアッタこの位置から届くのか、後続集団も追い上げにかかります。ごちゃごちゃしてますね。ゼニアッタまだまだ後ろにいます。ここで先頭変わりました。先頭は天の勝ちタイヤ、一馬身から二馬身引き離す。でもゼニアッタは上がってきたぞ。一気に後続がやってきた。残り100メートル。さあ遠くのかゼニアッタ。カーした。厳しいかゼニアッタ。ゴールイン。二着にはどうやら天の勝ちタイヤ。三着に天の冬ソナ。これが世界の実力だ。ゼニアッタ。すごいな。四コーナー最高か。中を一気に割って勝ちました。これが世界の貫禄です。
勝ちたいね、勝たせておきたかったな。4頭まで、でも3頭が出走、ハウルまでか。うん、さあここも香港があるんで出場レースは多いですね。そして型のポニョがジュブナイズフィリーズ出走となります。全日本入産優秀に天野ブルーレイと、これ新馬戦勝ってもいきなりの挑戦なんですよね。でそばにいるねがデビューということですね。さあ香港スプリントは世界最強馬決定戦となります。ピンセス青木関が出てまいります。オルディコバラ一騎打ちムードですね。強いです。 G1 22勝ですからね。エベレストも取りました。まあ、来年も頑張ってもらいましょう。さあスマートハルコはクラークハンデを取りましたので、んこれで G1 発勝だが、でもまだ2歳優勝を取っているので金札確定とはなりません。フェブラリーですね。まあ次の舞台としてフェブラリーは妥当なとこだと思います。そして気持ちいいは3着だった。まだ走れるんだっけ、気持ちいい。うん、まだ走れる。関西記念を目指します。で、千の風じゃない。うん、惜しかったですね。まあ、ブエナビスタアメリカンオークスですが、タキュータがあんま乗ってくれないので、ハウルか。同期のあ、エビナもダメだ。じゃあ淀川、で、ブエナビスタ、もう1レース重なってる。天の椿か。じゃまとめて、もう。ねえ、どうするかな。三浦や、秋山慎一郎に任せましょう。あれ？ダメ？想定内がいるからダメなんだ。じゃあ和田龍二、ヤンホンは、うん、
これで8勝ですね。なの8勝だから別に出なくていいような気がする。次にやったサージカップに挑みます。で、勝ちたいんやは5勝完成だから、スタートマイルか。勝ちたいんやはご覧の通りで、冬ソナはすまん11勝だが、まあ大丈夫だろうけどな。フェブラリーか。うん、最上位ですね、ダイヤスカネット香港カップで。さあ肩のポニョ、アパパネラとぶつかります。アマノシャメールですね。全然似合った追い込み。さあ、香港スプリント金シャサの奇跡です。世界最強馬決定戦となります。一番人気です、うん、やっぱりレベル高いですね。130金車さん奇跡は115、ベンバウン、ゴルディコバが134か。この辺が立ち塞がりそうですね。勝ってもらいたい金車さんの奇跡レースです。香港シャティン競馬場 G1香港スプリント芝 1200m 電撃戦、今年は世界最強馬決定戦として、開催されます。岸田さん奇跡勝つことはできますでしょうか。世界の名だたるスプリンターがここ香港に集結しました。日本の快速王金車さの奇跡、さらには欧州が誇るゴルディコバ、それに続く快速自慢たちが世界最速の称号を狙います。究極のスプリント頂上決戦、
今スタートします。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ギフトエニス前に行きそうです。ローレルゲレイロ、それに続いています。さらにはヘイリスト、7番リトルブリッジ、その後ろローレルゲレイロ先手を取りました。その外からレンバウン、オルディコバ、そのうちに続いています。赤の帽子フリーティングスプリット、その後ろその外にアロマバワー、並んで10番ウルトラファンタジー、内からはヒップデビル、その外にセイクリッドキングダム。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。いよいよもう勝負どころです。人力戦。さあ先頭に立ったのはレンバウン。さあゴルディコバ一気に来た。さあゴルディコバ、さあ金車総奇跡勝つことはできるか。いけ、ゴルディコバ先頭だ。残り 100m、 外からも来ている。さあつまらない。先頭だ、ゴルディコバ。負けた。1着2着は微妙です。欧州が誇るスプリント女王ゴルディコバ、究極のスピード頂上決戦で世界最速を証明しました。あー、金車総奇跡ゴルディコバに勝せると思ったんですが、ゴルディコバとアシーロは一緒になってしまった。さあ香港バーズ天野稲葉は登場。4番人気か。125、全然チャンスがないわけじゃないんですがね。とはいえジオポンティが強い。1番人気はエフィシエント、ビパパタカも強いですね。さあということで今回は戦法を変えられますが、先行策でいいでしょう。まあ逃げでいってみましょう。ダイジェスト、シャティン競馬場 G1 香港バーズ芝に2400m をクラシックディスタンス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天野稲葉は。あ、これ捕まうな。外から勢いよくジオポンティ先頭。あと 200m。あ、ダメだ。伸びが全然ない。さらに引き離していく。2番手はビババタカ、ジオポンティ先頭だ。ジオポンティゴールイン。2着はビババタカ、3着にナポリコンポージャー。勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。香港マイルです。天のチャクータ1番人気、 G1 発勝がかかります。129、強敵なのはゲインあたりかな。やっぱりね、2番人気はベンチュラとなっております。さあレース行ってみましょう。シャティン競馬場 G1 香港マイル芝 1600m のマイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アラン・アストリアス好スタートを切りました。ボードインデスクリション、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアラン・アストリアス行きました。続いて前へ行くのはアルダルシエラ、さらにはトラディションフォール、古豪パワフルステップ、その後ろ先手を取ったのはアラン・アストリアス、少し離れてボードインデスクリション続いています。その隣にマイクロガバナー、ティムズグレイ、この馬もこのグループ、その外からウィッシングソングライン、これに続くのがウィンクルカルタ、並んで5番グッドババ、その横にインフォメーショングローリー、天野チャクータ後ろから。チャクータ後ろ過ぎますかな。ここまでほぼ平均ペース、展開の影響はなさそうです。上がってはいっている。2番手はボードインデスクリション、天野チャクータまだ来ない、後続も追い上げていきます。最終コーナーを悪くはない運びだが、に入りました。日米王者の争いだ。アラン・アストリアス先頭、前に外持ち出した。先頭変わってボードインデスクリション、あと 200m、 歌白い歌ですね。追い上げてきた。天野チャクータ、チャクータ先頭へ、このまま押し切るか。天野チャクータかわす。天野チャクータやりました。2着はベンチュラ、3着にこれで世界の強豪相手に勝つことができます。天野チャクータ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
本校カップダイワスカーレット登場1番人気、天の小泉も出走、クラブはキャプテントゥーレもいますがちょっと厳しいかな。他 JPEG とかコートビジョンとかいますが、でエルセギュンド硬いです。さあ小泉先方変えられます。んーといってもそんなに有利不利はないですね。追い込みでいってみましょう。さあレースです。シャティン競馬場 G1 香港カップ芝 2000m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ダイワスカーレット前に行きそうです。ジェイペグそれに続いています。さらにはキャプテントゥーレ、4番グドリーマルガルラ、その後ろ先手を取ったのはジェイペグ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ビジョンターマックすぐ後ろ、その外にスカーレットゴースト、これに続いてペタードヌーベル、ビジオンデタ、そのうちに続いています。その外からエルセギュンド、すぐ後ろにコートビジョン、並んで G13勝、フォーエバートゲザー、その外にジェットスキーアルキー、オフィスハーバート、それに続いています。最高峰追走は天の小泉、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ね、1000メートルを通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。足毛の馬体、キャプテントゥーレ、レースを引っ張ります。前はキャプテントゥーレ、2番手はスカーレットゴースト、間を挟んでジェイペグ、3番手天の小泉、まだ来ない。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。大外をまくっていった日曜王者、意地のぶつかり合いだ。キャプテントゥーレ先頭、外から勢いよくダイワスカーレット先頭、エルセギュンド前を捉える勢い。天の小泉はどこ、残り200m、中を割ってくるが届かない。さらに足を伸ばす、2番手はエルセギュンド、ここでようやく天の小泉、ダイワスカーレット、ダイワスカーレット、ですね、1着、2着はビジオンデタ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイワスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ダイワスカーレット1着、天の小泉は4着でした。スカーレット5になりました。最高に深まって海外遠征、さあ、全日本2歳優秀は天のブルーレイですが、3番人気か。1番人気はラブ、同じ枠のラブミーちゃんとなります。エルコーラー凱旋アクラブは凱旋アボートが4番人気ですが、さあ先方変えられますが、まあ、このまま行くか。ダイジェスト、川崎競馬場 JPN1 全日本2歳優秀はダート1600m、 2歳ダートを決めるレースです。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ラブミーちゃん先頭、差は3馬身、来ているがブルーレイどうだ、かわせるか、かわした、差し切った天のブルーレイ、やりました。天のブルーレイ1着、2着はラブミーちゃん、3着にマグニフィカ、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは天のブルーレイ。勝つことができました。新馬戦勝ったばっかりの挑戦でしたが、2歳ダート王に輝きました。
凱旋あなたとは勝ってますね。リゲルステークスに天のヒーロー登場、オープン特別ですからね、ヒーロー負けられないはず。一番人気ヒーローは57キロか、じゃあ大丈夫でしょう。しかも印は当然グリグリです。軽く勝ってもらいましょう。ダイジェスト、阪神オープン特別リゲルステークス芝 1600m マイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、アドマイヤレイ先頭、外から天のヒーロー先頭ですね。アドマイヤレイ2番手、手応えはどうか。天のヒーロー先頭、残り 200m 後続を大きく引き離しました。2番手はレーマセット、天のヒーロー、この馬で決まりか。天のヒーロー今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。天のヒーロー、中日新聞杯天のシャメール一番人気グリグリです。天皇賞秋2着馬です。シャメールをこと、もうこれが引退レースになるのかな。優秀の美を飾ってもらいましょう。ダイジェスト、中京 G3 中日新聞杯芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。混合力士を先頭、外から天のシャメール、ここで先頭は天のシャメール、残り 200m 天のシャメール、さらに足を伸ばす。2番手はレインボーペガサス、天のシャメール先頭だ。先頭は天のシャメール、1着でゴールイン、2着にはどうやらメジロサンライン、1番人気に応えました天のシャメール、見事です。なかなかは好タイム、次にはつながらないよ、今までよく頑張ってくれましたとなりますね。さあ天のそばにいるねがデビュー戦、2番人気か。1番人気スティーパスに、あと人気では譲りましたね。逆に先方になりますが、このままでいきましょう。ダイジェスト、阪神2歳新馬戦だと 1200m 天のそばにいるねメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。スティールパス先頭、外から天のそばにいるね先頭、残り 200m を通過して天のそばにいるね。さあ2頭の叩き合い、2番手はスティールパス抜け出しました。天のそばにいるね、天のそばにいるね、1着、2着はスティールパス、3着にメジロカブト、見事に勝ちました天のそばにいるね。いいでしょう。カペラステークス天のセカチュウです。セカチュウは1番人気、バンクル立山が相手にしそうですね。クラブは凱旋ソラフネもデビュー、登場です。ダイジェスト、中山 G3 カペラステークスダート 1200m です。さあ直線に入りました。ここの直線は背足がすごいや。先頭、残り 200m を通過して、後続ははるか後方、2番手はスーニ、天のセカチュウ、この馬で決まりか。天のセカチュウ1着、天のセカチュウ完勝、2着はスーニ、3着にツリーアベニュー、これが世界を制した実力だ天のセカチュウ。優勝何連勝、
少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。ではいよいよ阪神2歳ステークスですね。型のポニョです。1番人気、アパパネとの一騎打ちムードですね。ステラリード、アプリコットフィズあたりか。さあ、型のポニョ、逃げ馬が父母になりますので、このまま逃げ馬に育ちましたが逃げ切ることはできるかレースです。さあ、2歳女王決定戦、阪神ジュベナイルフィリーズ芝 1600m のマイル戦です。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ、最後は大外枠のアプリコットフィズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。型のポニョ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ポニョ、スタートですね。気楽でこうスタートだったらもう、これに続くのがアグネスワルツ、これは勝利、V スタートですね。その後ろ、大方の予想通り先頭に立ったのは型のポニョ、少し間が空いてオリーブセコイア、ピンクの帽子マイネテレジア、逃げなかった。その後ろ、アパパネ、そのうちに続いています。控える競馬です。ステラリード、その外にアニメイトバイオ、内からはブルーミングアレイ、その隣にヤマニンディッシュ、内からはヒシラピス、並んで6番昇竜ムーン。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。アグネスワルツ後続を引き離す。2番手は型のポミョ、アプリコットフィズ。3番手、型のポミョ、B1 です。さあ、再度先頭へ。ここで先頭変わりました。
先頭は片野工業、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m 一気に後続がやってきた。アパパネも来たが、2番手はアパパネ、この手応えはどうか。つまらない。片野工業先頭、2番手はアパパネ、勝ちました。先頭は片野工業、1着でゴール、2着はアパパネ、3着にステラリード。これが世界の実力だ、片野工業。ウィニングランです。片野ポニョ2歳女王に輝きました。と天の壺に除外になってしまった。さあ天の送り人が朝日杯フューチュリティステークスに出走です。強いですね、ゴルディコバ。11勝だからな。ゴルディコバ、牝馬として買ってもいいかもね。さあ、まず、キンシャサの奇跡、来年も頑張ってもらうので、このまま。週報目でいいと思います。で、イナバウアーが、まあしゃあないですね。来年日経新春杯ということで、日経新春杯なのかな。AJCC へ行きましょう。まあ AJCC だよな。アマノアミーゴもいますが、なんかアミーゴって引退するんじゃなかったっけ。で、チャクータが香港マイルを取ることができまして、これで G1 発祥金札を確定なん で引退ですね。引退させます。で、ダイワスカーレット17勝目強いですよね。でも引退しさなんで、これも引退ですね。さあ次です。小泉です。小泉はまだ引退しない。小泉はもう来年も走れますんで、来年までですね、頑張ってもらいましょう。とりあえず次はちょっとローテ決めずに走るんで、2周放牧です。で、ブルーレイがこれホープフルにこのまま行きます。ヒーローはリゲルを取りました。シルクロードか暖冬かな。いやでもどうなんかな、ちょっと疲れが心配ですよね。ダートもいけるんだ。東海ステークスとか、で、カペラステークス勝ったアマノセカチュウ。カペラステークスは短距離戦、
スタートのフェブラリーは妥当だが、あ、まあでもここはでも他の馬にやっぱり取らせたいんで我慢です。ん、いやいや、世話されんのか。芝はダメなんで、サラか、ね、そばにいるねが勝ちました。まあ、強かったですよね。何アスラの勝か。味方のポロはしっかり取ってホープルはわかる。スマートハルコンはこれで8勝だが、あのまだ取り切れてないんでフェブラリーっていうのは妥当かな。手が急所、うん、でセール行きましょう。5頭まで購入。お守りはダメだ、これベニーバウンドぐらいしかない。じゃあもう帰りましょう。てかこれだったら普通にあの金札の洋服を買った方がいい。何この星に色利用って、モルフェア持ってるからな。ナンスゴールビルシーナ買っとこう。ジャサイも買ったよな。クネンブラックヒル。ここたる前は見てるよな。リアルインパクト、リアルインパクトってどうなんだろう。あ、でも結構長いあの活躍は見られますね。しかも海外でも活躍してるんだ、リアルインパクト。面白そうです。買いに行きましょう。いいでしょう。ではネクスト。香港ゴールドトロフィー天の稲ループです。2番人気、1番人気藤のウェーブとなっております。菊のサリーレ当たり。ダイジェスト、ソーダ競馬場 JPN3 香港ゴールドトロフィーダート 1400m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天のエネループ先頭、前に迫る藤のウェーブ、残り 200m を通過して先頭は変わって藤のウェーブ、
2番手はディラクエ、チャンス到来、迫る。先頭はフジノウェーブ、1着でゴール、2着はチャンス到来。これが地方の実力だ、フジノウェーブ。名古屋グランプリ型のフェイトです。サバニーキバーミリアンシビルウォー強いダイジェスト、じゃない、先方選べるので先方チャットを選びます。差しで行ってみましょう。ダイジェスト名古屋競馬場 JPN2 名古屋グランプリダート 2500m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。シビルウォーさらに突き放します。2番手はバーミリアン、シビルウォー、この馬で決まりか。シビルウォーゴールイン、2着はバーミリアン、3着にエルリベロ、勝ったのはシビルウォー。さあアマナーラフォー未勝利戦です。もちろん1番人気グリグリです。ダメだ。ダイジェスト阪神2歳未勝利戦芝 1200m 電撃戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負、アマノアラフォー先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m を通過して2番手はエーシンディオーネ、しっかり勝ちましたね。とてつもない強さ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はビッグクリーナ、これは物が違う。アマノアラフォー ターコイズステークス天野ラキスター5番人気か。1番人気アルキーラバットです。ラキスター黒三角が一番いい印。あとルミナスハーバーあたりか、先方変えられます。先行策ダイジェスト中山 G3 ターコイズステークス芝 1600m 牝馬限定のマイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m を通過して、先頭は依然として天野ラキスタ。さあ粘れるかラキスタ。オリーブシャープ天野ラキスタ、天野ラキスタ、なんとか粘った。ラキスタ体勢有利、微妙に仕掛けを遅らせて粘り切ることができました。まあ50キロっていうのもありますね。重賞初勝利、さあパンザナイトステークスマイネレーツですが、これは飛ばします。さあ天の送り人が朝日杯フューチュリティステークス一走1番人気。
本紙はダノンシャンティですね。ローズキングダム、当選半島のレース行ってみましょう。2歳王者決定戦朝日杯フューチュリティステークス阪神競馬場芝 1600m です。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のデイトエンデバー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。弊社勇気前に行きそうです。エイシンホッパー、それに続いています。当選ファントム後方から、それでは先頭からエイシンホッパー先手を取りました。エイシンアポロンすぐ後ろ、シュナイヤー後ろですね。キングズオレンジの帽子、ライワバーバリア、その後ろ、すぐ後ろに半袖バンド、並んで5番アドマイアトレボロ、すぐ後ろにローズキングダム、青の帽子、天の送り人、いい位置につけました。その外にシアトルコレア、その後ろにペイシャユーキ、ペイシンブルック、そのクリビットもう G1 4勝上げてますからね。展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として3歳戦、2歳戦だけで。2番手はエイシンアポロン、アグネスキングズ、3番手、7番天の送り人、差を詰めてきました。一気に先頭を取られるか。ここで先頭は天の送り人、後続は大きく離れました。エイシンアポロン必死に追います。ですね、この差は果たして縮まるか。残り200m を通過して圧勝です。ダノンシャンティ、天の送り人独走、ぶっちぎった、ぶっちぎりです。2着はダノンシャンティ、3着にローズキングダム、これが絶対王者だ。天の送り人ウィニングランです。G1 5連勝。もう大量出走。有馬記念も4頭フルゲートですね。海外はアメリカオークスにブエナビスタを出します。阪神大賞典天野キャンキャン出走。阪神カップ、ホープフルにも肩のポロ、ブルーレイ出すんだ。まあでも打倒だからな。まあどっちかといえばポーニョに頑張ってもらいたい。ブルーレイちょっとチームオーダーを結成。クリビト強いですね。さあ有馬記念の展望です。夢のグランプリ日本総大賞、 iPod ですか。トップはでも世界に花も強い。 G1 ホース、ブログもこの3強と目されております。
最上位ブエナビスタ、おポニョですね。送り人、ぶち切りましたよね、送り人。タイムもなかなかいい。さあ、まずポニョはまあ当然ホープフル、カレンちゃんがカレンちゃん購買ステークスか、距離は大丈夫やな。短距離戦を中心いたします。トゥルースは任すことができませんでしたから、まあ一旦一生放牧していいのかな。アイホンは悪くない。で、送り人がフューチュリーステークス取って5連勝だが、新山記念なんか出してられないですね。1200、1500はいただけないな。柔軟性が低い。これは距離適正重視。そして NHK マイルだろうな。オスマか。レベルによっては全然こう走らせてもいいかもね。で、ブルーレイがとりあえず2周放牧かな。で、アラホは休ませる。で、ブエナビスタがこれで8勝を挙げまして金札確定です。アメリカオークスに出しますが、あ、それを待たずしてっていうとこですね。ん？あ、でもジョッキーはもう変えられないんだ。これにギャラクシー、あー、いや、出さんでいい。専用の2600両対応。これに出そう。
ニコが東海ステークスへ、スポイミはまだ5連勝か。まあオープン特別しか勝ってないんで重賞を取るしかないですからね。じゃあ何で取るかですね。これかな、ダイオライト。しましょう。セカチュウもいるんで、ルフィはこれで7勝リーチです。リナバウアーが一周放牧、63キロか。でキャンキャンがここ、東大商店か。先に出してもいいかもね。さあオケンブルースインもいい加減勝ってほしい。ダメだ、ちょっと距離が
ていうかもう普通にここ出しゃいいんですよ。別にやったらサウジカップ夏の頭までかな。ハウル、で、AJCC か。ん？ AJCC だな。それはまだ一生。あ、無理だ。これノートで笠木記念はまだ。それ距離も長い。公開しかないな。じゃあ、怪物誕生ということで今回ここまでとなります。次回はもうあの年末年始ってことですよね。はい、ツイッチで、今回配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー&ブックマーク Please。 この配信のアーカイブ YouTube でもアップロードいたします。 YouTube では18日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。また YouTube のチャンネル登録、上げた動画の高評価もお願いいたします。 This Live Archive Upload My YouTube Channel Two Days After My YouTube Channel Channel Subscribed and Good Button Please。 旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX My Account Visit and Follow Please、リポスト and Good Button Please ということで、ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。